初代中村歌六、安永八年、安政六年七月一日は、江戸後期の歌舞伎役者。屋号は、針真屋。縄文は、揚波葉町。替え門は、門は鶴岡拓江。拝名に、梅子、柴子と、四金など。大阪三井の番頭、丹波屋仁助の子として生まれ、針真屋作兵衛の養子に出される。長じ手三代目、中村歌右門の門下となり、 初代中村模擬を名乗って、初舞台、陰語子役芝居で活躍する。文化元年3月、初代中村歌録を名乗って中芝居に、翌年には大芝居に出る。人気、実力とも年々上がり、数え49歳の時若尾山城城吉の評価を得て、三都で人気を誇る。安政6年死去、去年81。大柄だが美声で、器量がよく衣装が生えた。 形勢を数多く務めたことから、形勢家六と呼ばれたが、女盗賊などあらゆる、お山役をよくこなした。当たり役に、新州川中島合戦のお価値がある。長男が二代目、中村歌六。三男が三代目、中村歌六。十二人もの古物者で、女子が多く、それが大抵同業の俳優にとついだために、同業の親戚が多かった。長女の松が三代目。 嵐秋広氏、次女の里が四代目市川章、段次、三女の島が八代目、片岡二左衛門、四女の小糸が三代目、山下金作の養子三章へと嫁いだ。孫に、初代中村吉右衛門、三代目、中村時蔵、十七代目、中村勘三郎など、早々に、よろずや金之助、十八代目、中村勘三郎などがいる。ありがとうございます。